部バルセロナがフランス1部パリサンジェルマン PSG に所属するアルゼンチン代表 FW リオネルメッシ35GA と来季の復帰に向けて交渉を行ったとスペイン紙ムンドデポルティボなど各メディアが報じた。メッシは6月末で契約満了を迎える PSG から契約延長オファーを受けているが、交渉は難航しており、来季去就が注目されている。そんな中、同紙によると、メッシが2021年夏まで所属していたバルセロナのジョアン・ラポルタ会長がメッシの代理人でジップのホルヘ・メッシ氏と来季の復帰について、1時間ほど会談したという、バルセロナのラファエル・ユステ副会長も、私たちはメッシ陣営と連絡を取り合っている、と会談を認めた上で、レオ・メッシの愛称は私たちがどれだけ感謝しているかを知っており、バルセロナの街を愛しているので、彼が戻ってくることを望んでいる。ここで彼の歴史をつなげるため、適切な条件を見つけたいと思う、と語った。すでにサウジアラビアのアルヒラルや米メジャーリーグサッカーのインテル・マイアミなど各クラブが来季のメッシの獲得を目指している中、スター選手はどんな決断を下すのか。今後の動向が注目される。